わさわさ、どうも、ノブゾンビです。ちょっと顔が黒くなるバグに見舞われてますけども。本日もフォールアウト4 PS4 のモッドを元気に紹介していきたいと思います。では本日紹介するモッドがこちらです。はい、こちらがですね、赤い色したテスラライフル。追加されるモッドですね。はい、ではモッドの入れてるところは自分は武器モッドのところに入れてます。ここら辺ですね。ここに入れてます。レッドライティングガンで、こちらの武器が置いてある場所なんですけども、詳細の方、4行目の方にクワスモークオアワッツエルトリンクスって書かれてるんですけども、クワスモークっていうのはチートルームのことです。なんで別モッドのチートルームってやつを入れていただくと、そちらのチートルーム内にこちらの武器があるのと、あとワッツエレトロニクスの方にもこちらの武器追加されてます。はい、では場所の方なんですけども、こちらサンクチャリから右下にずっと下っていただくと、こちらのワットエレクトロニクス、こちらございます。ちょうどハングマンズアリーとオーバーランド駅で三角形ができる感じですか。まあ、もっと分かりやすい説明があるような気がしますけど、まあ、ここにワットエレクトロニクスがあるんで、こちらに行ってみたいと思います。はい、こちらワットエレクトロニクスに到着しました。で、こちらの内部ですね。はい、でこちら下に行っていただいて、よっと、こちらの扉入っていきます。でこちらの扉で開けていただくと、こちらの棚の方に、あ、ゴキがいる、ゴキが。うっさい。はい、こちらに、フリアス・イン・ボーカ・テスラ・ライフル。よくわかんないですね。こちらに置いてあります。で、こちらがテスラ・ライフル・スタンダード、なんていうの、サイツ。まあ、ここにいろいろ置いてあるので、こちらも、取り忘れのないようにお気をつけください。あ、ここにトータルハックもありますね。取っとこう。はい、で今武器取ったんですけど、こちらですね。で弾の方なんですけど、こちらがフュージョンセル、こちらを使うみたいですね。はい、装備するとこんな感じですね。いい感じじゃないですか、これ。黄色いのもいいけど赤いのもかっこいい。顔黒いけど、こう構えて、構えた感じこんな感じですね。かっこいい。あ、下ろしちゃった。はい、ということで我が家に帰ってきました。でこちらの改造がですね、あれ、まあいいや、とりあえずこちら改造、バレル部分とサイト部分変更できます。こちらバニラの方と、多分こちらがモッドで追加されたやつだと思うんですけど、性能はバニラと変わんないですね、こう見た感じで。変えちゃうと、この改造するとここら辺まではさすがにいじられてないみたいですね。あ、間違えた、どこ行った。でこちらにしても
こういう改造部品は色はいじられてないようです、まあ、こちらもこんな感じでいじることができます。こんな感じですね。かっこいい。この赤と黄色の色彩もいいっすよね。かっこいいな。いいですね。ああ。はい。というわけで本日のモッド紹介終了したいと思います。ぜひ入れて遊んでみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回顔黒。